じゃん。もうお前ほんとこちくしょう。なんだよって、こっちがなんだよだよ。兄さんにはほんと参っちゃうぞ。何が分かったんだよ。約束したでしょ。やっぱり忘れてるんだ。私が練習してるからスケートリンクに来てねって言ったじゃない。どこで？何しにセントラル街行ってたの？バッキーと？なんで？それにしたって電話一本くらい入れてくれてもいいでしょ。頭撫でてくれたら許してあげる。よしよし、許してあげる。許してあげる。今日こそは練習見に来てくれるんだよね。よし、じゃあ一緒に学校行こうね。先生聞いてよ。それでね、僕スポーツも得意なんだ。特にサーフィンかな。こういうのを予定嘘って言うんだよ。嘘も真実にすれば嘘にならないっつーの。嘘だー。どうしたの、アザイさん。のんちゃん知ってるよ。 A ちゃん泳げないじゃない。な、何言ってるんだよ。このまま余計なことを。だって今年みんなで海行ったよね。その時 A ちゃん溺れちゃってガボガボ言ってたよ。泳げねえってのに、おめえが面白いからドーンとか言うノリで俺を海に突き飛ばしたんだろうが。
栄一くん？何ブツブツ言ってるのかしら。なんでもないよ。どう見ても何かある顔してるぞ。あれから泳げるように特訓したんだよ。本当かな、本当かな。どこのプールで特訓したのかな。僕日直だから先に行くね。エイちゃん、今日日直